は僕もちょっと言葉でうまく説明できるほど力量はないのですけれども、まあ、例えば消防現像の宇治なんかで見るとやっぱり道元さんの時間っていう概念はすごい難しくてですね、時間そのものが存在であると、今この瞬間が、まあ、その夜間があってここに僕がいる、ストーブがあって僕がいるというこの瞬間がもうこれ含めて存在であるという考えですよね。夜間が今ここになかったら今夜間と一緒にある僕はもうないかもしれないっていうことですね。みんな物と物がみんなつながり合って、その物があるからこそ今自分がある、そういう時間の捉え方、これがあるからこそ、まあ、道元さんの時間の話し方はもう全然もう訳がわからないというねものなんですよね。はい、まあ、こういうことをわからないながらも信じるというのが、まあ、大事というのが、まあ、ちょっと昇進と今日はつながると思ってくれればありがたいです。今やることによって過去と未来とがつながって、過去と未来がまあ成仏するという考えです。はい、そしてその、まあ、大事なのは今判断することと、もう僕は結構輪行が始まって以来今年はずっと口うるさく言ってしまうのですけれども、どうしてもこれはもう説明を考えると、僕としては考えの中では抜かせないところなんですね。今判断して今行うことがどうしても信じるということであるし、修行ということであるということで、まあ、それがどういうことかと具体的にちょっと話を進めていくとですね、学童用心宗の行は必ず学童用心宗の仏道は必ず行によりて承入すべきことという段を思い出してほしいんですけれども、仏道というのは行によって実際の行いによって証明しなきゃいけないということですね。まあ、ここの段の中の一節、まあ、これを今やらなきゃいけないということの大事さとつなげる一節です。もし証言を巡らして行地を顧みれば一栄の眼に当たるなく、まさに民とすれば白雲万里、もし行足を起こして商会に異議すれば一陣の足にうくるなく、まさに不満とすれば天地見学する、という一節がありました。もし悟りの目、今の悟りの目でもってやってきたこの修行の方を見てももう全く意味がわからない、全然見えない、もし今やってる修行でよってこの悟り、こういう悟りが未来にあるものを見つめてしまっても全然何も踏めないと、これが言っているのはその過去とか未来もですね、今以外に今から離れてきちんと存在しているのではなくて、そこでそれを何かちゃんとした歴然とした捉えどころのあるものだと思って執着してしまうと、もう全然何も見えないし何も足で踏めないよという意味合いです。ここの一節で言われているのがまさにその今という状況の判断力の大切さなんですね。これを例えるとですね、そのストーブありますけれど、ストーブで直道なんかは座禅の初めに薪を入れますよね。薪、この薪もいろいろ種類あるので皆さんも分かると思いますけど、持ってみたら重かったり軽かったりします。その大きさも丸かったり四角かったり細かったり太かったりするんですけれど、その形と密度が違う薪をまず選んでストーブに入れるわけです。まあ1時間座禅があるから1時間は最低でも燃え続けて、きちんとした温度に、まあ20度弱ぐらいに保てるように薪を入れると、まあ、これは今やってることですよね。薪を入れる、もしここで例えばこの薪を入れるという行いによって、その2段目の方ですけど、行足を起こして商会に帰すると、この薪を入れるという修行によって、例えばいやこれ1時間は絶対燃えるだろうと、もしかしたらまあ1時間ちょっと以上は燃えるから、もしかしたら次の座禅は入れなくてもいいかもしれないなと思いながら入れたとする、ここまではいいんですけど、その1時間後に例えばガチャッと開けてみて、その薪が残っているかいないかというのはその時になってみないとわからない。ここで薪が全くなくなっているのに、いやさっき入れた薪が1時間以上持つはずだからもうこれは入れないとなってしまうと、これは行足を越して商会に帰するようなこと、または今見ているところを明らかに薪がないのに、いやさっきはでも僕がさっきした修行は1時間以上入れた薪なんだと思えば、証言を巡らして行地を顧みるというね、そういう行いになってしまう。今から離れて過去か未来かどっちかになんか変な自分の勝手な迷いというもの、自分の勝手なですね想像でもって妄想を作ってしまう、まあ、これを掴んでしまうことによって、まあ、踏もうとしても踏む階段もないし、見ようとしても見るものがなくなってしまうというのが、この仏道は必ず行において承認すべきことというところで語られたところなんですけれども、
まあ、そういうところですよね。行というのが今から離れた瞬間にもうそこはもう今でもないし時期下でもないし自分の行でもない上等でもないということになってしまうんですね。まあ、これが何を信じるのかというところから出てくる今判断すること、今を信じて行うことというのがどういうふうなことかということです。今薪を入れるのは大事なことであるけれども、また次の1時間経ったところで開けたところでまた判断するのは別のことだと。確かにあんだけ薪入れたんだけれど今実際なくなっている、じゃあまた入れようっていうのが修行でなきゃいけない。逆にいっぱい入れすぎてまだ全然残っている、まだ全然残っているけど部屋の温度はもうすごいものすごい暑い、だけどさっき入れたのはそんないっぱい入れたとは思わなかったからまだ入れるんだって言ったらもう全然話の違うことになってしまう。時期へ、ただ今ここから離れてしまうというのがここで語られているところだと思います。ストーブの薪というのはもう今開けたところでしかわからない。それをどう調節していくかはもう温度計を見てみて、温度を見てみてからでしか自分の判断はできないと。それが今判断するというところじゃなきゃいけないと思います。はい、この今判断すべきというこの今がですね続いていくという、ずっと続いていくというところが大事な部分なんですけれども、そのずっと続いていくというのも今までやってきたところの中にいっぱい出てきました。例えば一つを例に出すと、また学童用心宗の行に向かって修行すべき、道に向かって修行すべきことの中に入っている最後のところですよね。最後ら辺のところで入っている一節です。仏道は人人の脚本かなり、道に遮られて当初に見下ろし、見下りをし、語に遮られて当人炎上するという一節。ここに書いてあるのがまさにその今ここで判断すべき、ここで行を行うべきという、その修行の仕方というものをこの一節で説明していると思います。仏道というのは人人の脚本か、今この足元にあるんだ。道に遮られて当時に妙了し、仏道というもの、真実のあり方というものに遮られて、邪魔されてっていう意味ですけど、すごいですよね。真実のあり方にこう真実から外れようとしてもそれに邪魔されて、あ、これだ、ここで分かる、理解する。語に遮られてそういう悟りに邪魔をされて変なことを考えようとしても当に炎上する、自分がここで炎上、まあまどかな状態になるということなんですけど、これも難しい表現ですけれど、その理解するのは今であって、その理解したところで行うのも今である。例えばその山にピクニックに行こうと、今日は天気がいいからハイキングにも行きましょうか、いろいろ弁当を持って山に登り始める。でそこで登っているうちはいいですけど、急に山の向こう側から雲がぶわっ、雨雲が、明らかにもう雨が降る雨雲が出てくるとしますよね。そうするとその雨雲が出てきたというのはもう起こっていることで、もう与えられた状況なわけです。この与えられた明らかに雨が降るという雨雲、これがもう仏道というものであり、もうありありとしたあり方としてもう自分の前にあるわけであって、それにもう、あ、これ雨が降るかもしれないなと思う、ここでもう道に遮られて当時の妙了しているわけなんですよね。雨雲が出てきた、雨が降るかもしれない、これは絶対帰った方がいいっていう、こういう理解が生まれるわけなんですね。真実ありありともう天気というものが現れているところで、自分が、あ、これは帰った方がいい、ここで理解を自分の頭の中に浮かべるわけですね。語に遮られる、この理解というものに、まあ、従うわけですね。ただただ従って、遮られるという表現ですけど、従って自分が、じゃあちょっともう今日は中心にして帰ろうという、こういう修行のきちんとした、まあ、真実のあり方という当人炎上する、そういう修行の仕方になるということだと思います。天気が悪くなって、あ、帰れなきゃいけない、よし帰ろう、これが逆に天気が悪くなってきたかもしれないというところを振り払って、道に遮られることなくですね、いやもうこれは用意してきてる中絶対行くんだと思っても山の上に行ってしまうと、これは状況からもう離れた、今から離れた判断になってしまう可能性もあると思います。語に遮られて、あ、帰った方がいいかもしれないなとまで思ったとしても、いやもう絶対これは今日はハイキングすると決めたから行こうとしたら、当に炎上する可能性は限りなく低い、そういう状況になると思うんですね。まあ、これが今自分が判断をしながら修行をしなきゃいけないという、そういう修行のあり方のまた一節が、学童用心宗の道に向かって修行すべきこと、ここであったと思います。はい。